はい、こんにちは、こんばんは、おはようりでーす。ですね、今回ですね、金券ショップの方に来まして、まあ、厳密に言うと、まあ、ここはもともと質屋さんで、金券ショップというわけではなく、まあ、質屋さんですね。昔からあるような質屋さんで、今、店舗が綺麗になって、今風にはなってます。で、まあ、ビール券ですね、ビール券を売りに来ました。まあ、ちょっといただき物なんですが、俺は酒を飲まないので、で、この、ね、瓶ビールの、633ml が、どれぐらいになるのかというところで、まあ、実際の金額ですよね。金額の方をですね、皆さんにお知らせしようかなというふうにね、思ってます。枚数が6枚ということで、この6枚が、まあ、いくらになるのかということで、実況したいと思います。では、今から売りに行ってきます。はい、戻ってきました。本当にね、すげえ早いとこで、客もいなかったんで、ものの本当に3分とかで、即現金化されました。4440円ですね。740円ですね。1枚あたり。ビール券ですね。6枚売りました。まあ、少しね、買い物とかやっぱり年末物入りなので、少しでも現金があると助かりますね。ということで、今年の、またビール券売りました。去年もね、やりましたよね。あ、去年じゃない。夏か。夏にやりましたけれども。まあまあ、こんな形になりました。年末の、買い取りは4440円です。それでは皆さんごきげんよう。じゃあねー。